したんだ。あやふやなものははっきりさせたい。夕暮れ時の商店街の里を通り抜けるんだね。どうだ踏切を渡って止まりして帰る。放課後の教室は苦手な、その場にいるだけで分かり合えてるよね。話し合いにならないし、しらけてしまったことは無口になる。言いたいこと言い合って解決しようなんて楽天的すぎるよ。誰かのため息をついた、そうそれが本当の声だろう。黒い羊、そんな僕だけがいなくなればいいな。そうすれば止まってた針はまた動き出すんだろう。つけるタイミングって大事なんだろう。スマホには愛のない過去だけが